ですね、やっぱり具体的な目標というよりかは今できる 100% の力を出し切って終わった時に後悔のないように、一戦一戦大切にプレーしていきたいと思ってます。去年は、プレー自体もあまり自分らしいプレーが出せなかったなっていう気持ちもありますし、ベスト16で負けてしまったので、今年はプレーの内容もそうですし結果も去年も上回っていけるように頑張りたいと思います。今の怪我明けで徐々にパフォーマンスは上がってきているんですけど、まだまだ納得いくプレーはできていないので、しっかりこの後の合宿で準備をして堂々と自信を持ってまずコートに立つこと、そして今ある課題をしっかり克服して、もちろん結果も求めて頑張っていきたいなと思います。去年は1回戦負けしてしまったので、その自分を超えるといいますか、去年の自分を上回れるように自分らしいプレーをしっかり中国で出していきたいと思います。そうですね、日本のレベルが上がってきていると思うので、やっぱり日本人対決っていうのがどんどん増えてくると思うんですけど、お互いに今できるベストのパフォーマンスを出して、そうですね、見ている人にも楽しいなと思っていただけるようなプレーをお互いにできたらいいかなというふうに思います。あ、今全部言ってもらいました。いや、もう本当同じになるんですけど、お互いに、全力でいいプレーをして、日本のレベルの高さっていうのを日本の方だけではなくて世界の方々に見ていただければいいのかなと思います。私も右に同じです。女子シングルスだけではなくて、どの種目もメダル、金メダルを狙えるっていうことで、それも誰もがというこのメンバー、誰もが日本人対決も可能性があるドローですし、当たったら当たったで本当に正々堂々と思い切り全部出し切って、日本の強さ、今日本の本当にレベルが高い世界トップなんだよっていうのが本当に世界中に証明できることだと思うので、当たったら当たったで本当に思い切りガチンコでぶつかって面白い楽しい試合をやってる本人たちも楽しんで、バドミントンを見ている方たちにもその楽しいバドミントンを伝えられるような、そんな充実したすごい内容の濃い試合ができたらいいかなと思ってます。そうですね、やっぱり日本のファンの方にも海外のファンの方にも日本人対決をした時に、日本人はこんなに強いんだなっていう思ってもらえるようなプレーをお互いできたらいいなと思いますし、勝ち負けはありますけど、本当に今まで一緒に一緒に練習してきた仲間なので、お互い本当にベストパフォーマンスが出せるようにお互いいい状態でやれればいいなと思います。リオが終わってからディフェンスから攻撃的な守備っていうところで、攻撃っていうところにも少し取り組んでいて、少しタイオープンの報道でも友達から聞いたんですけど、攻撃っていうところを取り上げてもらっていたみたいで、そういった守備をしながら攻撃的なプレーっていうところに注目していただければ嬉しいかなと思います。なんかその攻撃的なプレーをするために取り組まれている練習とかっていうのはあったりするんですか？いろんな練習があるので、自分の中ではいろんな課題を持って今練習に取り組んでいる段階です。一つだけなんか具体的にこういうことに注視しているっていうのがあれば。何ですかね、足ですかね。足のどういった筋肉とかするんですか？それ以上言えないです。足です。ちょっとイメチェンをしようかなと思って髪を切っただけですけど、そうやって言っていただいてすごく嬉しいです。なんかイメチェンを知りたいなと思った理由とかってあるんですか？いや、ずっと髪が長かったのでちょっとショートに憧れていて、でショートにしたくてした感じです。周りの評価ご意見みたいな。いや、どうですか？
どうですか。だそうです。山口選手はどうですか。いいと思います。はい、可愛いと思います。みんな興味ないみたいな。シングルスなんでめちゃくちゃ可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、時間になりました。ありがとうございました。最高に面白かった。あやさん、ごめんなさい。